おお、おじさんがいっぱいいる。話し声とかはないんだね。ということで挨拶が遅れました。どうもこんにちは、こんばんは、岩野圭仙と申します。今回からウィニングイレブン2020のマスターリーグというものをやっていきたいと思います。私、末置きのウィールは一切触っていないと言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、まあほぼ初心者です。っていうかもう初心者です。で、まあ操作もね、何もわからないまま、しかも初めてマスターリーグをやる、もうこれはもうめちゃくちゃになる気しかしません。しかも今回オリジナルチームをね、使ってやっていこうと思います。はい、ということでね、このチームと一緒に僕も成長できたらいいなと思っておりますので、温かい目でね、ご視聴よろしくお願いいたします。いや、緊張するね。俺が監督だぜ。だってむ、シーズン目標設定。おい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 、監督なってから俺まだ2分だぞ。いいのか。誰だこいつらは。ジャージ着てるおじさん2人と、なんかサンダルに踏まれたようなハゲ方のおじさん1人。来シーズン以降のステップアップを考えれば、今シーズン最低でも6位になることが必要だと考えてるんだが、君はどう考えるかな。なんだお前、なんだその上から目線。あ、俺監督だぞこっちとら。うおお、リーグ6位を目標にしていると考えているかどうだろう。これは言われてるのか。で、俺の考えを聞いてるってことか。いやいやいや、これはもう一択でしょ。実質リーグ優勝しかないでしょう。難しいことは分かっているが、リーグの優勝を狙っていきたいと思う。うん、そうだな。やっぱな、リーグ優勝狙わないと、そんな6位とかそんな現実的なところを狙わない。もう優勝いって、もうてっぺん目指そうぜ。てっぺん、ヒゲちゃんと剃ってほしいな。うん、清潔感出すぜ。分かった、私も本音はそれがいいと思っていて、難しいシーズンになろうと思うがよろしく頼む。嘘つきや、こいつ嘘つきだな。最初からいいよ。じゃあ困難なミッションになるとしても、個人には全力でサポートします。よろしくよろしく。なんか俺のなんか校長、この小学校の校長先生こんな感じだったな。え、就任会見。え、俺会見緊張するんだけど、ちょっとじゃあ規則正しくじゃない、姿勢正しくして、よし、ちょっと俺かっこいいね。あ、そういえば今回私使っていくクラブはパリ・サンジェルマンでございます。まずは監督就任おめでとうございます。すぐに監督が求めるサッカーを導入するか、これまでの戦い方を継続するか。ちょ、読ませてくれよ記者さん。え、変革か継続か。え、これはあれか、今までのチームの感じでやっていくか、俺の感じでやっていくかってこと。いや、でもまだ俺監督歴浅いんで、ちょっとあくまでもね、まあ選手の意見を聞きながら、もう最高のチームを作っていきたいと思います。このクラブの監督になれたことを心から嬉しく思う。私はまず選手の意見を聞いてスタイルを決めようと考えている。ピッチに立って走るのは選手だ。彼らの意見を尊重し対話しながらチームを作っていきたい。すげえ大人だな監督。俺言えないぞこんなこと。ありがとうありがとう、もう一人の僕。今シーズンはどのようなスタイルのサッカーを目指すお考えですか。どのようなサッカー。フェアプレイ、スペクタル、高いインテンシティ、インテンシティ。フェアプレイではないよな。荒くいこうぜ、もうガツガツ。攻守において高いインテンシティのサッカーを見せたいね。美しいテクニックも大事だが、サッカーとは肉体のぶつかり合いであり、ピッチ上の戦いだ。気の抜けたプレーをする選手は起用しないだろう。素晴らしい素晴らしいね。会見100点の回答じゃないこれ。もしかしたらもう台本があるかのようにな、もうどんどん答えていくから。ん、終わった。ありがとうございました。これから始まる長い旅のスタート地点にあなたは立っています。私は今座っています。監督オフィス、メール、または三角でスタッフから届いているメールを確認しましょう。シーズン中に起こるイベントは画面左のパネルから見返すことができます。左、日程進行メニューで日付を決めればあなたの監督としての旅が始まります。はい、ということで、え、でもまだ日付しん、あれ進行しちゃダメだよね。まだダメだよね。お、次の試合が書いてある。22時じゃないですね、20時コナミスタジアム、8月22日からか。で、今は8月何日だ。え、フォロワー2万5000、ってもう数字が読めなくなってんだけど、俺さっきから2万530人もいる。結構いるね。監督オフィス、メールから見ていきましょうか。
もう予算どうの知りません。欲しい選手を獲得していきます。でチーム運営、マイチーム情報、スケジュールメンバー、あメンバーリスト見ていこうぜ。オットー・メリコフ、うん、お前何歳 ?35 やっぱそうだよな。なんかシワがすごい。パリ・サンジェルマン、えフォワードどう、パバルトロウ・ゴイオス、ゴイオスね、ゴイオス24歳、おまあ割といいんじゃない。オフェンスセンス高いね。なるほど。でこれ何、パーソナリティ、えこれ何、え情熱いいね。この顔で情熱はフィジカル、いいねいいね。感覚でサッカーしてる、最高じゃねえかこいつ、気に入ったね。19歳いるわ。ルカ・ジョルザ、ジョルザ、ジョルザ若いね。ジョルザ、えキック力、えこれさピンクのゲージは何、これ以上もう能力アップしないのかな、マックスになったらってことでもないのかな。すいません、なんせ初心者なもんでちょっとイライラする点あると思いますが、トレーニング、交渉、ゲームプライ、まあトレーニングってかまだ仲間、まあ選手は移籍とかまだいいよな。ここでは選手の日頃のトレーニングで伸ばしたい能力を指定することができます。どのトレーニングを行えばパラメータが伸びやすい確認することができますので、各選手の役割や成長に合わせたトレーニングを設定しましょう。オットー・メリコフ、これバランスっていうのは、あ全体的に上がる感じか。いやいや、おいオットー・メリコフも GK もぶっぱでいいだろ、もう GK ぶっぱよ。重点、ん、いやこれ重点でいいだろ。ジャンプは必要だ。フィジカルとかいるか、なんかフィジカルいらないような気がするけどな。あーなんかどうしようかな、キャッチングとか GK 選手、あーなるほど、重点トレーニング。でも GK 能力めっちゃ上げるんじゃん。おいこれでいいべ、これでいくべ、これでいこう。 GK 能力ガン振りでいきましょう。で俺がさっき気に入った、そうゴイオス、ゴイオスはどうしようかな。ゴイオスはちょっと足が速かったよね。うん、瞬発あるしってなるとだよ、ラインブレイカーとかその辺行っていいんじゃないかな。瞬発めっちゃ上がるし、まあやっぱ自分の長所をね伸ばしていきたいと、伸ばしていってやりたいと僕は思っているんでね、まあラインブレイカーでいいんじゃないかな。まあざっとまずはこんな感じでいいんじゃないの。気に入った選手育てていこうぜ。まずは下部組織トレーニング、何下部、下部組織もいんの、あーそう下部組織、なるほど、若い人が多いの、あ若いねみんな、16歳いる、おいおい俺の1個下だぞ、一歩リト、一歩リト、おい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 、コマン6、いいねいいね。ってことでとりあえずもう進めようか。今日が1日の交渉日だったんだね。あ結構進んでいくんだ、1日ずつじゃなくて結構進んでいく感じね。13日と約2週間経ちましたね。オットー・メリコフ移籍、おい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 、ちょっとやめてくれよ。オットー・メリコフが一番強いんだよ我がチームで。ちょメール見ていこう。スカウト、良いお知らせがあります。優れた選手とのコンタクトに成功しました。チョン・ソンフォン、ソンフォン、チョン・ソンフォン、ソンフォン、フォン、ちょっとこれは取っていきたいね。カトル・ボシリとの交渉、カトルやバシリと獲得を望むオファーが届いて、ルマン、ルドマンからだ。彼は監督移籍で完全移籍で獲得を希望している。選手のピークが過ぎた彼なら安く買えるという考えだろう。私はこのオファーを断るべきだと考えている。彼のようなチームの主力を放出できるはずなどだ。これ移籍しちゃダメよ。交渉中止、はい中止して、オッケーオッケー、交渉を削る。当たり前よお前、断るダメに決まってんだろお前は。これでいいんだよね。これでもうルドマンからは来ないよな。追い払ったってことでいいんだよな。うん。で、あと、ソンフォン。ソンフォン見に行こう、ソンフォン。これか、チョン、ちょ、おらんで、岩毛って、岩毛を残すな。チョン・スンフォン。チョン・スンフォンは CF の選手、インサイドレシーバー、出たー。キック力びっくりした。これキック力。比較するな、俺と。俺と比較しないでくれ。ちょっと待って。ちょ邪魔なんだけど、俺が。左がソンフォン。左がソンフォンのね。能力です。びっくりした、ソンフォンキック95万なんかと思った。コアン4か、22歳、なるほど、ウィングの選手か、ウィングの選手でセントラルもできると、で、サイドハーフもできるってことですね。フォアチェック、まあこのエスサンド、情熱、やっぱ情熱で行こうぜ、情熱で。スキルとかは俺が覚えさせるのか、この辺は。なるほどね、ちょこれ取っていこうぜ、取っといた方がいいっつってたしね。1年間のレンタル移籍、移籍交渉、レンタルじゃねえ、もうこれ取っていこうぜ。スポーツディレクターからのコメントっていうのが結構あるね。てことで、あまり重要視されてない。移籍あんまじゃいらないか。こう2で2でいい。より重要な役割を与えられる我々のクラブに来たがってるってことは、別に年俸は上げなくていいや。こっち来たがってるでしょ。来たがってるならいいよ、全然。契約期間1年でいいでしょ。これはあれか、試合に出たら払われるってこと、オプションなしでいいよ。なんか、うん。まだわかんないんでね、強いか。ゴールオプション。ゴールオプションまだいいでしょ、まだそんな期待かかってないから、じゃああげねえよ勝利オプションも。よしこれでいこう。まあとりあえずね、ソンフォン、
ソンフォンをね、ちょまあ一応獲得できるか分かんないですけど、一応まあ提示しといたんで、我々の意思を提示しといたんで、まあこのまま進めていきましょうか。ん、交渉日から何日進むんだ。え、3日しか進んでない。え、なんで。ソンフォン来た。あ、まずメール見、オットーメリコフに移籍のオファー。おい、やめろよ。おい、近づくな、うちのオットーメリ、ルボルバー。おい、やめてくれ。俺と俺のチームから選手を取らないでくれよ。人がいなくなっちゃうだろ。チョンソンフォンに獲得してた。こちらの希望通りとはいかなかった。もののサインできるところまで条件を調整してきた。クラブ側が要求してくる移籍金は2,141,2500円だ。これは我々が提示した額よりも、4,000万、400万多い額となっている。400万か。まあでも欲しいよな、ソンフォン。名前かっこいいし。オットメリフォー獲得オファーと出ている。シャンブリからだ。やめろよ、断るよ。さっき断った。なんでよ、ルードマンといい、シャンフリって。シャブリ。シャブリ、ブリ。ほんとに。来んなよ、俺のメリコフを取んじゃねえ。もう移籍金は高くなるよっていうことプラスされてんのかも。じゃあまあいいでしょ。これで移籍金がいくらになるんだ。2500万。でもまだ予算いっぱいあるし、まあいいでしょ。交渉 OK。 よーし、チョン・ソンフォン獲得決定しました。チームの各予算をご覧ください。まあいいんじゃないですか。まあいいんじゃないですか。いいよねこれね。別に高、ちょっと高いのかな。やべ、どんぐらいが平均か全然分かってねえから、どれが高いとかも分かんねえわ。オットーメリコフやめろよ、誰もよ。はい、中止する。ダメダメ、あげませんよ。まだうちキーパーいないんでね。え、ヘッダーつけれんじゃん。おい、お、ミハイ、お、こいつさっき見たよ俺。23歳、ミハイ、ベリコと覚えよう。あ、びっくりした。これ俺のさ、数字が邪魔なんだよな、毎回。なるほどね。まあこれヘッダーつけようぜ。まあいいでしょ、こんな感じで。とりあえず交渉も、まだ試合もやってないからね、大丈夫だと思います。では進めていこう。さあ交渉、代表メンバー発表。何それ。いや絶対いないだろ、うちのチームまだ弱いよ。うちのチームから、誰。あ、びわ、なんだ、マネキンか、びっくりした。誰、マネキンか今。お、これソンフォン、ソンフォン来た。やっしゃー、めっちゃかっこいいじゃん。パリいいね。やべえ、ペン置けよ、ペンを。ペンを置きなさい。よろしく頼むよ。皆さん、今日からパリ・サンジェルマンの一員になったチョン・ソンフォンです。偉大なクラブの仲間になれて光栄です。ぜひスタジアムで僕の名前を呼んでください。期待に応えられないと思います。お、選手獲得おめでとうございます。獲得、活躍に期待しましょう。合流したばかりの頃はチームのコンセプトにフィットしておらず、チームスピリットを下げてしまうかもしれませんが、起用を続けると少しずつフィットしていきます。絶対育っていくよ。とりあえずメール見ていこうぜ。まあまあそりゃそうでしょ、最初から全部できる人なんて、まあそりゃもうあんまいません。ここで見れるのか、ゲームプラン。これでまあ調子とかはみんないい感じか。まあまだわかんないか。オットメリコフがまあまあ、これそれはキーパー。俺はオットメリコフ使うわ。で、あ、433か。でも俺433でいいと思うけどね。433でいいよな、まずは。あ、いた、チョン・ソンフォンいた、チョン・ソンフォンいた。まあチョン・ソンフォン使っていきたいんで、とりあえず、な、チームスピリット上がるじゃん。じゃあとりあえず進めていきましょうかと。ん？おお、試合か。おお、めっちゃ緊張するんですけども。お、リーグ序盤チャプター1。なんで俺は。就任1年目のシーズンが始まります。リーグ開幕戦で新加入のチョン・ソンフォンを選抜起用する可能性もありますか。お、あー、これ待って、え、これを嘘を偽りなく言うか。なんかでもこれ言ってもいいけど、相手もチームも多分対策とかあるよね。いや、もう言うよ俺、そんな言いますよ。初戦から勝つためにはチームが一丸となる必要がある。もちろん新加入の彼のプレーには期待しているよ。いいね、期待しているよと。出すとは言っていないが期待している。おお、かっけー。お、なんかドミノピザ。まずは初戦、いよいよ開幕する
ドミノズリーグ2、大事な初戦の前にパリ・サンジェルマンの岩さん監督の会見が開かれた。我々は長いシーズン戦い抜くための準備を進めてきた。まず初戦で勝ち点3を得ることが重要だ。全力で挑むよ。これとりあえずちょっと試合していきたいんだけど、試合監督モードで試合に進む。監督モードって何？監督モードってシム戦ってことこれ。まあ俺も一緒に成長していきたいから試合モードでいくか。おグルノーブフット38、難しい相手だがよな、なんて感じこれ。もう漢字読めないから私。ホームの声援も味方になる。気持ちで負けるな。開幕戦からホームで情けない試合は絶対にできない。試合の流れをコントロールするんだ。めっちゃカメラマンいるけどすごいな。まあ初戦だからな、監督になってから。 OK 頑張ろうぜ。 OK 頑張っていこう。おグルノブルフット、あー怖い、絶対強えじゃん相手。ちょっと待ってくれよ。あえ何これ、めっちゃ輝いてんだけど。めっちゃジャッキーライスめっちゃ輝いてる。これも出していこうぜ。でセントラルにして、まあいいや、セントラルにしてキャッスルダイヤを OMF にしとくか。でチョン・スンフォン、スンフォンを絶対、スンフォンで絶対1点は取りたいところ。今回はコンセプトアレンジ、両サイドバック攻撃参加ディフェンスルーパー。俺ちょっとこれよくわかんないんでこのままにしてみます。なんかおすすめあったらぜひともコメントで教えていただけるとはありがたいところでございます。ということで早速キックオフやっていきましょう。初戦だぞ、勝つぞ。いいね。おお、ジョン・カビラ。今日からスタートです。パリ・サンジェルちょっといや、マジで勝ちで。パリ・サンジェルマン対ブルノーブ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コナミスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションですが、現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あ、もうジョン・カビラと北澤さんも喋り終わった。よしよしよし、頑張るぞ。ほらもうやる気、やば、ソンフォンかっけ。いやもうやば、めっちゃ強そうなんだけど相手。ありがとうありがとう。ホームだからね、なんて言ったって絶対勝たないと。お、いいねいいね。岩さん監督、岩さん4123、4-2-4-3-3じゃないんだ、4123フォームなんだこれ。へえ、ありがとう。おお、ピラミッド。シャルル・アンリー・バーン、シャルル・アンリー・バヴィアン。俺より名前強そうだな。おお、注目浴びてるね。これ勝ちてー。頑張るぞマジで。やっていこう。とりあえずとりあえずね、パス回しはできます。パス回しは私できます。あー、ちょっと OK って OK、 ちょっと名前も覚えていきたいね。ちょっと名前、これカーソルとかの上に名前出ないの。まあとりあえずじゃあ名前はね、頑張って僕覚えていきたいと思います。いや、まあ、名前覚えらんないとね、ダメですよもうこの年になったら。お、え、いいんじゃない、キャッスルダイン、キャッスルダイン、クラブってけ、うん、二重スロー。まあまあ、惜しい、ナイスナイスナイス。え、でもこれ惜しいよな。いや、おい。いや、惜しい。まあ、ナイス。まあ、1本目は枠いってたでしょ、これ止められたけど。さあ、コーナーキック。コーナーもね、うまく蹴んないと。ヘッド、無理か。これ、ダイレクト。うおー、惜しい。ちょ、待って、もう1点、まずは1点。これ、ま、枠いってた？パンチング枠いってるな、これ枠いってるな、惜しいな。でもう一発、よいしょ。これでヘッドでねじ伏せ。まあ一回下げろ。 OKOK で、こっからコントロール。うわ、まあ、これキャッスルダインめっちゃ強くね。さあパス回して、ナイスパスで、スルーパスでパス回、いやマジか、惜しいな、かわせたかったな今。あ、やばいそれ。あ、まあ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 、
強くいこうって決めたんで、僕らのチームはもうどんどんフィジカルでゴンゴンゴンポンポンポンと相手の骨1本や2つ折れても気にしないでいこうぜ。さあパス回してナイス競り勝つ、それ競り勝つ、お前審判だと思った、やめて怖いね、身長差よ身長差、ハーブだ、びっくりした。サイド上がって上がってサイドでパス出す、パス出す、クロス上げる、オーガンバルトロメオ、おいバルトロメオってあれじゃないのこれ、あのバーリー扱いやっちゃれんのこれ、ワンピースの。さあパスをちょっとカットしていきたいところではある。うー、あっ、あんだもう、まあまあまあ、ポンポツプレスでどんどん当てようぜ、もうどんどん、ノー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 、おいおいおい、脇汗審判、ちょやめて、ちゃんとちゃんと、もうやめて、脇汗見せないで。ソンフォンどこいた、ソンフォン、じゃソンフォンで絶対決めないとダメだよね、新加入したし、じゃ期待にも応えたいね、ソンフォンで。何してるん俺は、何、ナイス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 、はぁ、違うじゃん、俺カードじゃないじゃん、相手の体弱いだけじゃん。あ、やべ、え、大丈夫、今なんか1枚もらってるって言ってなかった、俺気づかないうちにもう、あ、さっき1、危ない、2枚、おっぶな、お前本当に、もうマジでコントローラープルプルだったぞ今、コントローラープルプルプルっつって、でこれソンフォンで攻めて、ソンフォンで攻めて、いや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 、ノーでしょそれ、それダメでしょ、オッケー、ナイス、いや、ライスじゃなかった今、パス出して、パス出して、パスだ、いやずれた、やばすぎそれ、それやば、それ取れる、まずい、やめろ、ナイスキュー、はい38歳なめるな、はい38歳なめるな。さあパス出して、パス出して、カウンター、カウンター行こう、カウンター、うわマジか。さあ後半やっていこう、ちょっとさすがにさ、ソンフォンに行ってあげたいじゃん、来てくれてありがとうという気持ちもねあって、まあ、あんま前から行かないでいいよ、あんま前から行かないでいい、コースを削りつつ、コース削りつつね、でこの辺で、この辺でプレスチージ、はい、いいんじゃない、いいんじゃない、慣れてきたんじゃない、オッケー、いやいやいや、おいおいおい、なんか当たなんか強くない、当たって、当たり強くない、当たり。さあパス出して、ナイパー、ナイパー、ナイパー、もう一個中、キャー惜しい惜しい、ウィルフセイフォート、ナイス、これと、いや、それさ逆に相手の、またチャリーンされたわ、今チャリーンされたわ、やばい、お団子サッカーなってる、ナイス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 、ナイスクリア、あ、でもそのクリア危ない、そのシュートは OK、 ナイス、夫のメリコフ、夫のメリコフはまあまあまあ、これパスサイド流して、これ取れる、 OK、 カウンター、ガウ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 、早く走る、おら抜ける、抜ける、まだだよ、そこは踏ん張りどころじゃないのか、バルトロメオ、そこがお前の踏ん張りどころじゃないのか。じゃあサイド来そう、うわそれヤンキーじゃない、ナイスクリア、でかい、今そっち来るよね、オッケー取れる、パス出す、パス出す、パス出す、上がれ上がれ、ちょマジソンフォン、ソンフォン今ため作ってるから俺、オッケー、パス出して、パス出して、スルーパス、もう一個、いいんじゃない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 、ちょっとオッケーオッケー、でもう一個外出して、外出して、いいクロスだ、よっしゃよっしゃ、入ったぞみんな、いって入った、来い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 、ロナウド、おいやめろよそれの、そのパフォーマンスは、そのパフォーマンスはダメだろ、おいやめてくれよ、やめてくれよバルトロメオ、よっしゃよっしゃ、うわそれファール、ノーファーなのそれ、はー、 OK、 でもお、トロフィー獲得した、やったれー、勝ったぞー初戦、う、1-0、おいナンシー・ルドマン、おいナンシー・ルドマンに 4-0 で勝ってんだけど、おい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 、ナンシー強いな、ルーノーブルフット、まあ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 、勝てたんじのいいんじゃないの、これ最高のスタートでしょ、おこれでヨーロッパス、え、何、年間最優、いや絶対いないじゃん、絶対うちのチームから来ないやつじゃんこれ、ロナウドごめんな、さっきパフォーマンス真似しちゃって、俺もさすがにあいつやると思わなかったんだよあのパフォーマンス、さすがにさ、あまあ俺も喜んでたし、んチャプター2、コーヒー飲んでんね、おハゲ、
開幕戦の勝利でうちのチーム寄りのメディア大盛り上がりだ。ここで気を緩めず、なんつってたんだ。もちろんだ、このままの勢いでいきたいね。絶対あれゲームやってん、絶対モンスターやってんだぞあいつ。 iPad で今、おい、フォロワー2000人増えちゃったよ。はい、ということで、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。本当になんかここやっった方がいいのにとか言う点ね、多分あると思うんですけど、まあ多々あると思うんですけど、まあこれから少しずつね学びながらやっていきたいと思います。なんかこうした方が強くなるよとか、なんかもっと PS 上げろとかあったらコメント欄でねちょくちょくアドバイスやなんかその注意コメントよろしくお願いいたします。ではもうこのチームとね一緒にね僕も強くなっていこうと思うのでよろしくお願いいたします。ってことで今回ここまでしてね、また次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。初戦勝ててよかったです。バイバイ。